はい、本日はですね、おすすめの白 T を2つ紹介していきたいなというふうに思います。でですね、今回紹介するのは僕が実際着てて、一応白 T が10点ぐらい僕の自宅にはあって、白 T の無地が10点ぐらいあるんですけど、その中でもよくこうヘビーローテーションで着てるっていうのがこの2着になってて、それを紹介していくという感じにはなるんですけども、白 T って男のメンズの永遠のテーマじゃないですか。やっぱりビーチボーイズ的な感じで着こなしたいなと思ってはる方はもうほとんどやと思うので、もしかしたら20代の方はビーチボーイズよくわからないかもしれないんですけど、このチャンネルを見ていただいている30代オーバーの方にはもうドストライクでハマると思うんですけど、やっぱりビーチボーイズっぽくいかに着れるかというところやと思うんで、僕は今年いろいろ試した中で一番この2着が良かったなっていうところを紹介していきたいなと思います。でですね、この2着っていうのが似たような感じのアイテムではなくて、1着はタイトめ、今僕が着てるようなちょっとタイトめな感じっていうか、普通の T シャツっぽい感じ、要はビーチボーイズ感のある感じっていうか、でそれになってて、もう1個の方は今っぽいちょっとゆったりした感じの、サイズ感の中ではこれが一番良かったかなっていうのが1点ずつあるので、それを紹介していきたいなというふうに思います。でですね、まずビーチボーイズショーの方からなんですけど、それが今この一番手前に着てるフォースアベターという T シャツになってます。でこれはですね、パック T になってて、なんと2枚で4000円っていうかなりコスパがいい T シャツになってるんですけど、この T シャツ普通の T シャツではなくて、この T シャツにプラスワンの機能がついてるっていうのがこのフォースアベターっていうブランドらしいんですけど、これに関してもパック T やのに機能がついてて、どんな機能があるんかっていうとですね、これ一番手前にあるやつは新品の状態で、僕まだ一回もまだ着てないので、これタグついてる新品の状態で、この後ろにある方は何回も洗濯してるので、ちょっと色味というかちょっとクタッとした感じはこっちにあるかなと思うんですけど、今年の夏この動画を絶対作る予定であって、もう来た時からもうこれめちゃくちゃいいから絶対紹介しようと思ってて、1着は新品の状態で、1着はもう何回も30回以上着てると思うんですけど、そんな感じの白 T になってるんですが、これもともとイスラエル の軍隊と同じ T シャツの生地を使ってるので、そもそもが丈夫な生地というか、そもそもがちょっとこだわった生地を使ってて、でそれ以外にやったらこうパッて触った時に冷却っていうか冷たく感じるような機能の加工がされてたりだとか、他にも生地が若干厚めになってるので透け感っていうのがないような形になってるっていうのがこの T シャツの特徴になってて、フォースアベターってさっき言ったみたいにプラスワンの機能がついてるので、ただの普通の T シャツではないですよということになってるのが、こちらのフォースアベターのパックティーになってて、これ実はパックティー以外にもコーデュラっていうナイロンを使った T シャツもあるんです。でそれがですね、僕今これ着てる T シャツなんですけど、この横側にコーデュラのマークがあってですね、これマークついてるんですけど、これは何かっていうと、これもフォースアベターが作ってる T シャツのコーデュラを使用してるということになってるんですけど、ちょっとこの体勢きついから戻りますね。これは1枚で4000円するので、ちょっと値段は高くて、これも同じような感じでパックに入ってはいてるんですけど、こっちの方はそのコーディラーは使ってないんですけど、コスパはめちゃくちゃいいってことになってて、これでも十分やと思うんですけど、さらにもう一個上の機能を求めるというか、もう一個上の T シャツ、ワンランク上の T シャツがいいって方はこっちになると思うので、これ白もあるので、一応動画説明欄には貼っとくんですけど、こっちの方がどっちかって言ったらより頑丈さのあるような生地を使用してるので、ちょっとやそっとじゃ破れへんやろし、結構しっかりした生地感になってるんですけど、こうしっかりした生地感ってデメリットがあって、何かっていうと、しっかりした生地感ってゴワゴワするじゃないですか。 US コットンとかもそうやと思うんですけど、結構ガシガシした感じになるのって、あれ着るの戸惑うと思うんですよね。これっていうのも何かっていうと、この一番後ろにユニクロのクルーネックティーっていうのがあって、これめちゃくちゃいい T シャツやと思うんですけど、これのデメリットって、着る前から手に取る前から、うわガシガシしてるなっていう、もう洗脳というか頭のイメージであって、ちょっと着るの僕いつも戸惑うんですよね。で結局着ないっていうことになるんですけど、やっぱり丈夫やからこそ着心地が悪いっていうのが特徴というかデメリットであると思うんで、あんまり頑丈すぎるのも僕あんま好きじゃないんですけど、このコーデュラの T シャツっていうのは、そもそもこっちはコットンであえて分厚くしてるんですけど、このコーデュラの方はナイロンなんで、そもそもの糸が違うので、丈夫やのにガシガシした着心地がないっていうのが、このコーデュラを使ってるフォースアベターの T シャツなんですけど、これちょっと今これの紹介をしてるんじゃなくて、こっちの紹介してるんで、ちょっと戻りますね。でこれパッて見てもらったら分かると思うんですけど、これ新品、もう全く一回も着ないタグがついてる状態で、こっちの方は何回も着てる、同じパックに入ってたやつなんですけど、何回着ててもこう首が伸びてないですよね。しっかり首もギュッて詰まってるし、でなおかつよれてる感じもないのに、これがたった1枚2000円ということで、コスパ的にめちゃくちゃいいから、僕ナンバーワン何って言われたら、もうこのフォースアベターがいっちゃん今年は良かったですって堂々と胸張って言えるぐらい良かった。来年はまた違うものがいいっていうかどうかわからないんですけど、今年に関してはもう多分これ以上の T シャツにちょっと出会われへんやろなと思ってるので、今年はこれが1位やったかなというふうに
思います、まあ、ちなみにサイズ感的にはですね、僕が今これ着てるフォースアベターと全く同じサイズで M サイズになってるので、まあ、同じようなサイズ感にはなっててですね、まあ、これ結構僕の嫁もこのサイズ感気に入ってて、それ着てるとかっこいいよなって、それ着てる時はかっこいいって言ってもらえるので、まあ、これよく着てるんですけど、まあ、この白の方にちょっと着替えたいなと思います。はい、とまあこんな感じになってて、まあ、サイズ的にも全然この折ったりとかしてないですけど、まあ、ちょうどいい感じのサイズ感で、これが M ですね、 M サイズを着用してるということになってるので、まあ、サイズ的にはジャストですね。もうワンサイズ上に上げてもいいんですけど、まあ、ちょっとゆったりするのはこれはちょっとどうかなと思ったんで、本当にジャストサイズで着用しててお気に入りの一着になっております。まあ、このサイズ感って多分今流行りの感じではないんですよね。今流行りの感じだったらもうちょっと肘隠れるぐらいのダボっとした感じになってると思うんですけど、まあ、あくまでこれはもうビーチボーイズ選手権だと思うので、ビーチボーイズ感が出せるっていうと、やっぱりこっちのフォースアベターの方がビーチボーイズ感、反町感というか竹野内豊感というか、まあ、そんな感じになると思うので、あとはロン毛にして日焼けをしたら、顔は違うんですけど寄せることはできるんじゃないかなというふうに思います。はい、というのがですね、おすすめの白 T のまず1着目っていうことになったんですけど、まあ、基本的に僕この1着だけでいいかなとは思ってたんですが、やっぱり人によったらこういうちょっと昔っぽいスタイルというかクラシックなスタイルになってると思うんですよね。今の流行りっぽい感じではないと思うので、まあ、今の流行りっぽい感じで着たい方とかもちろんいらっしゃると思うので、まあ、僕が着てる白 T の10点の中ではもう1個おすすめがあるので、まあ、それを紹介していきたいなというふうに思うんですけど、今気づけば両方ともメイドインジャパンですね。こっちの今紹介してるフォースアベターのパックティーもメイドインジャパンやし、後ろにあるこれから紹介する方もメイドインジャパンなんですけど、まあ、ちょっとゆったりめのサイズ感の T シャツを紹介していきたいなと思います。でそれがですね、こちらの 10YC っていう日本のブランドの T シャツになってるんですけど、これはちょっとゆったりめになってるし、さらになおかつ着心地もいいし透け感もないっていう、まあ、オールメイドインジャパンで作られてる T シャツになってるので、ちょっとゆったりしたサイズ感が欲しいって方は絶対こっちだと思うんですけど、まあ、今着てるこのフォースアベターもそうですし、こっちもそうなんですけど、全然この何ていうんですかね、2つの乳頭といいますか、2つのブツがですね、全然透けないんですよね。だから1枚で着ても安心するし、例えば、まあ、これ着てこんな感じでショーツ履いてサンダル履いて海へ向かうみたいな感じも、なんかサングラスがカチッてかけて向かうっていうのもかっこいいかなと思いますし、それこそちょっと街っぽい感じ、カフェとか行く感じだったらちょっとこういうオーバータイプになってくると思うんですけど、ちょっと一回着替えたいなと思います。はい、ということで次は着替えてきました。ちょっとゆったりした感じになってるので、まあ本当にその街中っぽい感じのテイストというか、ちょっと肩が若干落ちてて、これで L サイズやったと思うんですけど、まあ、ちょっとゆったりした感じのシルエットということになっているので、まあ、着てて楽なんですよね。めちゃくちゃ楽 でなおかつ生地も和歌山の工場で確か編んでたと思うんですよね。でしかもその編み方っていうのが普通の、まあ、例えばユニクロとかで置いてるような編み方ではなくて、まあ、旧式の編み方で編んでて、まあ、それが釣り編み機っていう編み方なんですけど、まあ、それで編んでるっていうことで、ものすごい着心地が柔らかっていうところもまあ特徴的で、それは柔らかさを求めるんやったら、やっぱり生地が分厚くなればなるほどもっと柔らかさ感じるので、パーカーとかの方が釣り編み機って良さ感じるんですけど、まあ、T シャツやったらそこまで感じることはないんですが、ガシガシはしないので、こうやって透けない、全然透けへんのにガシガシしないっていうところも、まあ、30オーバーの僕みたいなおっさんにはありがたいというか、やっぱり側だけがいいのって着てて疲れるやつって、まあ若いうちはそれでいいと思うんですけど、まあ年取るにつれて見た目もいいけど着心地もいいとか、その実際着てる本人がいいとかっていうところを求め出すと思うので、まあ、僕も今そういうの結構求めてるところでもありますし、まあ、こう見ていただいてる視聴者の方も多分そういう方多いと思うので、まあ、ちょっとゆったりしてるのを探してはる方なんかはこの 10YC はおすすめかなというふうに思います。でこれ確かなんですけど、この 10YC って 12Y2C って書いてて、そういう10年間着れる洋服を作っていくっていうところで、これ白なんですけど、例えばこのコーヒーとかをぼちょってこぼしたりとかしたら、次は黒に染色してくれたりとか、そのカラーリフォームみたいなこともしてくれるらしくて、色を変えながらずっと着ていけますよみたいなのがコンセプトとしてあるらしいので、まあ、こっちに関しては1着買ってしまえば長く着ていくっていうようなスタンスなんで、確か値段6000円とかぐらいしたと思うんですけど、まあ、ちょっと割高にはなってるんですけど、10年間持つっていう風に考えれば1年600円やから、まあ、そんな高くないかなという風には思うんですけど、まあ、まだ僕もこれ着出して1年もまだ経ってないので、どういう感じなのかわからないんですが、まあ、一応コンセプトとしてはそういうことでやっているようです。はい、ということで、まあ2点紹介したんですけど、この両方ともですね、この透け感っていうのが全くなくて、どっちかって言ったら着心地がいい感じになってるので、まあ、よくユニクロのクルーネックティーとかもこれ透け感がないっていうのは有名なんですけど、ちょっと着心地が悪いというか、着心地がちょっと硬い感じはあると思うので、そういうのがお好きな方は全然問題ないと思うんですけど、ちょっともうちょっと着心地がいいやつも探してるっていう方は、こういうフォースアベターであったり、この 10YC とかは僕個人的に着ててよかったかなというふうに思うので、別に案件でも何でもないんですけど、個人的に好きなんで紹介してるということになってますので、まあ、もし仮に白
ろの無地ティー探してある方がいらっしゃったら、まあ、参考にしていただければ嬉しいかなというふうに思います。で、僕もですね、この夏は一応この2つのモデルをベースというか、あのメインにして着ていこうと思っているので、8月ぐらいはこれをメインに着ていこうかなというふうに思っているので、まあ、ちょっと卓造スタイルで行ってみようかなと思う方なんかは、あのこの辺はおすすめかなというふうに思います。でですね、まあ、この両方とも白 T の紹介っていうのは、あの過去にしてますので、レビュー動画で出してますので、さらにもうちょっと詳しく知りたいという方は動画説明欄下に貼ってますので、まあ、そこから見ていただければいいかなというふうに思いますので、まあ、今回ざっくりした紹介にはなってるんですけど、2020年の夏のおすすめの白 T って言ったらもうこの2点ということになってるので、まあ、そちらを発表してみたという感じにはなってますということで、本日はですね、おすすめの白 T2 点を紹介してみたという動画になってます。あ、すいません、あと着用動画とかもその下の動画説明欄のリンクに貼ってるので、そこから見てもらえればなというふうに思います。はい、ということになってますので、本日はですね、おすすめの白 T2 点を紹介してみたという動画になってます。また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。